皆さんこんにちは。本日リポーターを務めさせていただきます小澤まりなです。よろしくお願いいたします。今回まりなちゃんがやってきたのは千葉県にあるキャメルゴルフリゾート。ジャンボ尾崎設計のもと、あるがままの地形を生かしセパレートされたホールは、美しさと戦略性を併せ持ち、プレイヤーのチャレンジスピリッツをとことん刺激します。早速ゲストの皆さんをお迎えしたいと思います。現役時代 PK 職人と称され、浦和レッズの象徴的存在として活躍されましたミスターレッズ福田正宏さんです。よろしくお願いいたします。フリーキックの名手であり、日本における、無回転フリーキックブレ球の先駆者、元日本代表三浦篤弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ダイナミックな攻撃参加でジュビロ磐田の黄金期を支え、日本代表として2度のワールドカップに出場されました福西崇史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんのゴルフ歴を早速お伺いしたいんですが、はいはい、ゴルフ歴はどれぐらいですか？14年ぐらいですね、はい、現役やめてから。そうなんですね、はい、長いですね、はい、僕の方が長いかな。僕25から始めて、うん、今43なんで。現役時代から刻んしてください。何歳？もう一度お願いします。25で始めて今43です。43、はい、18年ですね。多分18年ですね、はい、大丈夫ですか？18年、はい、人生の半分ぐらいやってるってことですね。半分はやってないですよね。4割やってるね、大体ね。現役時代からやられてますね。福西さんどうですか？僕はもう15年ぐらいやってますからね。現役時代からちょこちょこやってるんですけど、本格的は確かに現役やめてからなので、はい、8年ぐらいです。はい、9年ですね。何歳ぐらいですか？始めたのは、連れられたのが、プロサッカー選手になって2年目が、はい、1年目が2年目を連れられて、ジュビロの時、はい、走ってばっかりしてる。一番長いんですね。歴史的には長いかもしれないですね。傑作、下手くそです。期待しましょう、今日は。はい、はい、いろいろ教えていただきながら。うまいかうまくないかの問題じゃないから。楽しみが何年やったから。何年やったか。何年やったから。そうなんですね。それだけ楽しめたってことだから、長い間ね。確かに。共に生きてきたってことだから、ゴールステーションね。楽しみ見ながら、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、福田さんからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。わー、早い早い。あていうかね、素振りも練習も何もやってない。大丈夫ですか福さん？え、まあ、怪我だけしないでくださいね。 PK 職人だな。さすが。こういうのゴルフってやっぱ性格出ますよね。お願いします。スイング綺麗な。綺麗です。おぉ、右残ったかな、これ右大丈夫じゃないですか？ OB だね。いやいやいや、いや全然余裕でしょ。ほら全然残ってるね。全然いいじゃないですか。当たってね。次僕でいいのかな。はい、はい、初振りでお願いします。当たってね。タイトリスト1番です。よし。いやこれも右だな。これも右だね。見えた。あれバンカーなんですかね。バンカー。バンカー入った。バンカーまで行ってんの、あつの。多分行ってると思いますよ。俺のはその手前。はい。本当これ下手くそやな。続いて福西さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお。でもこれが一番いいかも。いいとこだね。これカートで、カート、ほらほらほら、れたカートでくる、おお、くるっとほら、おお、いいとこ行ったんじゃないの？これ近道かな。一番いいとこ行ったかもしれない。はい。高速使ったでしょ？高速使いました。ちゃんと料金払えよ。はい、わかりました。おお。左に飛ぶんじゃないのこれ？いや左に風もある。ああ。おー、まあ、オッケーよ。得意のアプローチありますから。いや、これも雲は。おー、ナイス。ナイス。おー、ナイス。ありがとうございます。うまいもんだね。さすが。
イス。おお、ナイス。さすがだね。すごい。一応乗せれるのは目的なんでね。そりゃそうだよね。満足してます。でこう広いところにこう打つでしょ。気持ちいいじゃないですか。左のピンチや。みんなよく喋るし、たまにこうね負けず嫌いの人がああいう話をしたりするけど、けど基本的にはこう楽しく、ね。踏んじゃっていいよそれ。本気だからね、全てに全力っていうね。そうそうそうなんですよ。そのあたりはね、負けず嫌いの中にこう冗談が入ってくるんで、ね、本気でもないですし。いいですね、でもあの傾斜は難しくない？うまいほら。あでもやっぱラフだから、ラフだから止まんないね。ナイスショット、ナイスショット。この傾斜服難しくねえか。いやでもうまい。いやダメだな、行かないな。あもうちょっと先だったですよね。かなり全然もっと先あった。あ超難しい。難しい、難しいっすよ。いい。ナイスタッチ。ナイスショット。もっと行くと思ったけどね。素晴らしい。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。ありがとうございます。お先に失礼します。遅い。いい？ちょっと右か。いいと思いますよ。上手。ナイス、ナイス、ナイスです。 OK。 パーボギーボギー、パーボギーボギー、ナイスパー。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりこれフリーキックみたいな距離の感覚だったりとかするんですか？全然違う。寄せとかはそうかもね。フリーキックと、うん、もう距離感とかで、あでもね、強さがキックの感覚はちょっとあるかもしれない、ね、でもね、あのグリーン上のパターは意外とサッカー選手うまいよ。ああ、もう球技やってる人うまいよね。確かに、あの感覚はボール投げたり蹴ったり、インサイドパスあるわかる？わかります、わかります。こうやってパス、はい、あの感覚かな。ああ、なるほど。でもそれが斜めになっていたり山になったりとかしてるから、そうそう、そこを測らなくてはいけないってことですもんね。それはね、やっぱね、うん、我々アマチュアは感覚やっぱプロと違うよね。プロすごいよ。まあそこで食ってっからね、彼もね。すごいと思う。あれじゃないですか。何だから、うん、あの棒っていうかね、パターっていうものを使うんじゃないですか。僕、うん、はい、ら物使わないから。ああ、なるほど。道具な、はい、道具の違いですかね、やっぱりね。うまく扱えるのであれば、感覚通りに出せる。石器とかでさ、こう使うんだよ。俺たち使えねえじゃん。じゃあ、しかも表情変えないでギャグをおっしゃるから。そう、ほら、行った。これどうなの？これどうなのよ。それ、いけるよ。お、あ、でも見えた、見えた、見えた。危ない、危ない。超えてる？超えてる、超えてる。じゃあ、大丈夫なんだね。よし、ニス振り目。ニス振り。朝ね、パワーあるんで。こいぞ。ほら、来たー。そこそこ。これが一番いいんじゃないですか、ほら。余裕でしょ、ほら。ほら、フェアウェイ。超えた、超えた。真ん中。これはないっしょ。大丈夫じゃないですか。でも上に上がったからな。でも超えてるよ。あ、カート跳ねた。向こう行ったよ。もうフェアウェイ。ナイス。素晴らしい。お金払って。あ、高速道路。お金払ってないよ。うまい。どうや。出たー。うまい。ナイスショット。いい感じよ。
ベタピンじゃないかな。近いかもよ。素敵。やったぜ、レオ。ピンまっすぐ行ったぜ。すっごい綺麗でした。いや、でも結構綺麗よ。いや、うまい。優しさ。うまい。この打ち方はうまいわ。距離。どう？うまい。ナイスナイス。上手です。決めてる。上手です。ナイス。軽く打ったです。あ、トップした。あ、ちょっとトップした。っていうかだいぶトップした。あ、すいません。あざす。ちょっと上がってるような。どうだ。いい感じ。どうだ。結構早いね。ほらスピードが。本当だ。まあまあ、でも、まあまあ、右行きましたね。下だからね。上出来ですね。はい、ナイスナイス。そこの今のコブ、ここからグッと行くんじゃん。うわー、惜しい。ここからグッと行くんじゃん。うわー、惜しいですね、職人。ナイスパー。惜しいってことは入ってないってことだよ。素晴らしい、ナイスパー。でもやっぱり最後フックしてる。ダボダッチ、ダボダッチ、ダボダッチ。次、フックやな。全部落としてる。お願いします。どう見えます？アツさんのところはそうでもないんじゃないですか。最後ね、ね。あの音がいつもあのぐらいの距離入れてくんだよ。いや、あれあれ逆に行った？オッケー、オッケーあるやつ今。え、今最後こう向こう行かなかった？まっすぐかな。うまーい。ナイスバーディー。うまーい。ナイス。ありがとう。ナイス。いやもうすごいな。打っててくれるね。いやいや取り返したよ。だってここサービスオールだもんね。そうだね。短いもん。15しかないから。出た。出たまた。負けず嫌い出ているから。サービスオールだから。そうですね。いやちょっと。ダボが打ってるようじゃダメだよ。そう。あの僕もですけど。お二人さん。僕ね。お二人さん。ピンを刺してください。ありがとうございます。すいません。いや。スバーディすごい、やっぱり。ナイスは、やっぱり、あそこ、やっぱ外さなかったでしょ、絶対カップ。カップ何カップ？まあ大丈夫です。スイッチ、スイッチ。ああ、ちょっと入っちゃった。スイッチ入っちゃった。そうよ、ダメだよ。ほんと。水商売じゃないんだから、そうなんだね。失礼だね。明るいですしね。こんな女優さんに対して失礼なことしてたよ、ほんと福田さんは。スタート。足踏む踏む踏む。知ってますよ。知ってますよ。また池があんの。次？これさっきでしょ。さっきのだね。いやでも、あつさんもう早くもうあれですか。もう一ホール。もう安定してきました。もう一ホールアップが必要。だってウォーミングアップっていうの。すごいですね。3ホールですよね。ウォーミングアップでもバディと。でも、もうさっきのティーショットちゃんと当たっても。いやいやいや。そうそうそう。風あるのにさ。つかめない時ってあるんですか？ちょっとあるな。あの終わる寸前に、うん、あ、分かったみたいな。もう回れないみたいな。でもあるあるだね。ゴルフあるある。でもアツさんでもそこまであるんですか？あるある。ショートかなこれ。だからやめられなくなるスポーツなんですね。やめられない。やめられない。これはカッコでいいか。どうだ。ざっくりですか？雑ですか？番組的にはざっくりやった。いくつだっけ？聞いてないですか？集中してる。めんどくさいの。もう入っちゃったね。リズム崩れた。じゃあ来る。このままバーディー続くぞ。ね。そうするとバーディーになったから。集中してる、集中してる。番組が。そうそうそう。結構ね、あのサッカー選手はあのね、団体でやるでしょ。はい。だから、うん、個人競技だと。個人競技に走った人にこう、ね、リズムを狂わそうとするね、こうあるでしょ。対相手ってあるからね。僕らはね、勝負するところはもうないけど。そういうのが出ちゃうんですよね。確かに。負けず嫌いでしょ。負けず嫌いですね。だね、いやでもなんか球が超右行ってる。
距離バッチリじゃない？乗った？乗ってるかな？乗った。ナイスオン。あざす。え、アツはフォローで読んだの？俺はフォロー読んでないです。読んでない。7番か8番か。乗ったかな？乗ってる？いいとこじゃないかな。ちょっと右出たけどね。なんか、うん、いや風がほらこう来てるじゃないですか。ね、だからピンとあの右のグリーンの間を狙ったんです。すごい。狙い通り。まあ方向性は良かったか、ね。ほら雲すごい。すごいですね。多分ここよりもあっちの風あるんだ。そうですね。自然とも相談しなきゃいけないんですね。そうそう、面白いでしょ。面白い。あ、これいいんじゃない。あ、でも右ですね。あんまり風の影響受けないんだよね。あれ奥行った。あれグラスバンカーじゃない？あ、そうだ、見えてんの。そう、あ、その奥じゃない。そう、でも狙った方向行ったでしょ。風考えてね。風ある程度ちょっと右かなと思ったんですけど、うん、さあ多分あの雲を惑わされない方がいいかもしれない、うん、え、雲に打てばいいの？はいねえ、はい、あのね、初めはいいんですよ、はい、あの大丈夫です。あの徐々に、ね、スパイダーマンの方は、はい、スパイダー、スパイダーお願いします。スパイダーマンのようにお願いします。これね、初めはいいの、徐々に面倒くさくなってくるの。面倒くさくないよ。聞こえてる地獄耳だが。あ、いいかもしれない。綺麗に言ったのに、今ちょっとちょっと巻いてるのかな、はい、でかくない？いやいや、ぴったりですよ。嘘。ナイスオン、うん、今ね、ナイスオン、ナイス。今解説すると起き上がりが早かった。起き上がりが、行こう行こう行こう、歩いて起き上がりが、ね、歩こう。だからこっち行っちゃったね。今ね、起き上がりがねちょっと早かった。スパイダーマンのように。スパイダーマンだったね。ちょっと雲がね。やっぱりクラブによって全然違ったりしますか？持ってかれました。クラブ全然違う。いやでもなんかいい最近ね、すごい、でも7番っていったら大体同じ距離飛ぶんだけど、全然違う。もうめちゃくちゃ飛ぶクラブとか出てきてるから、いや自分に合った相性の。だから人が7番持ってるから7番っていう考え方じゃなくなってきてる。そうなんですね。俺も聞いてたんですけど、下がこう。ああ、それってだんだん自分に馴染んできたりとかもするんですか？そういうこと。だから練習されてるでしょ、はい、そしたら9番では何ヤードぐらい、だいたい8番は何ヤードぐらいっていうのは自分でちゃんと覚えていって。へえ、大変ですねそれ。吹くのちょっと大きかったのか。大きかったんですかね。それでも思ったほど風の影響なかったね、うんうん、ここほら、ここ全然風ないね。ね、ああ、ここ抜けてるようで抜けてない。 あれに騙されたんですね。そうですね、雲に騙されたんですよ。確かに、ね、で俺はだからもうこう普通に言ったよ。ああ、そうです。そしたら俺は風の影響受けた。いや、あれ風じゃねえ、引っかかった。引っかかったんじゃなくて、体がね、起き上がる。形最高なのに。そう、綺麗な形でしたね。綺麗な形。起き上がり最高でしたよ。起き上がりが、はい、すごい。結構ピン前まで行ってますよ。さ、でもすごいやらしいとこ切ってないですか？これ超難しいじゃないですか。超エッチなところに切ってる。超エッチなところに。これね、僕の嫌いな感じですね。これ。さん結構難しくないあれ。打つ前に切れてた感じね。力入る。あ、うまい。うまいよ。これうまい。おー、ナイス。服いい、上出来じゃないですか。素晴らしい。素敵。うまいね。もうあれしかないね。だいたい打つ前に苦手って言って力入るもんなんだけどね。ああ、攻めてきますよ。ここ落ちてくるでしょ、うん、でもいいタッチじゃない？これうまい。ほら、おー、ナイス。服さん、ナイス、ナイスシュート。いやでも本当ナイスタッチやね。笑ってる、ほら笑ってる。あのね、自分が惜しいショットとかパッティングすると鼻の下がめっちゃ伸びるんですよ。っていうか今撮ったらカメラ誰も俺に向いてます。ちゃんと押さえてます。なかったもん。撮ってます。こっち向いてたもんね。いや、うまいわ。いやー、惜しい。すごいな。
素晴らしい。素晴らしい。入れたな。素晴らしいね。オッケーないもんね。オッケーないんですって。うん、ナイスパー。ナイスパー。はい。ナイス。よし、これを入れるぜ。いいスポット、いいスポット。うん。いいんですよ。タッチが合う。伸びろ。うわー、弱かったか。オッケー。もうちょい強ければね。そうですね。ちょっともうちょっと押せばよかったですね。ありがとうございます。すみません。はい、すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。やっとおはようございます。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 すごい。もうちょっと強気は入ってね。そうですね。思い通りはやであったんですけど。うん、そこがね難しいんですよね。あー、行っちゃったわ、これ。これ抜けちゃうんじゃない？あ、お、お、バンカー。あ、出た。バンカー？いや、出た、出た、出た。あれ、後ろのカート道、今転がってんじゃないですか？逆玉が出ちゃって。アゲンストだから、そんなに行かないですよ、福さん。行かない？え、これアゲンスト、うん、いや、さっき掘ってたよな。いやいや、これ上空見てください、上空。いやいや、もうだって、どっち風、これ。全然。いや、これは多分上げてる。絶対。じゃあここ抜けてるだけってこと？こう来てない、こう。あ、風はそうなんですけど。風はそうです。ここやたらそこが背中押されるんですよ。ここは風が回ってんじゃない。抜ける場所と抜けない場所があるんですか？そうそうそう。うん、これ絶対アゲンスト、向こうから来てると思う。なるほど。スプーン持ってますからね。大体ちっちゃいの持つとミスする。その方がいいですよね。おー、ナイスショー。素晴らしい、狙い通り。あー、なるほど、素晴らしい。なるほど、まあまあだな。ナイス、福ちゃん今のまあまあ。ナイス。まあまあ、まあまあ、まあまあだな。あれを、あれをまあまあって言っちゃうからね。めちゃ、あ、喜んでる。超喜んでる。見たよ、僕は。まあまあだな。あの、普通の、普段の倍伸びる感じ。気持ちよくなるとナチュラルスライスいきますよ。ナチュラルスライス。そうだね、スライスがいい。ナチュラルスライスで。これでナチュラルスライス。これはいい。これすごいよ。これ行き過ぎじゃねえか。いやいやいや、いいとこ、いいとこ。本当いいとこ乗ったでしょ。いやいや、絶対乗ってないですけど。いや、あれ、ボビーですどっち。え、びっくりした。セーフだよ、セーフ。全然いいとこ。いや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 、いやでもあの山のギリギリだったんですよ。結構右行ったよ。山のギリは大丈夫だよ。いや、いいんだよ、それ。ちょうどそれでよかったんだ。じゃあ、で、僕基本的には右に行くじゃないですか。だからナチュラルに行くかなと思ったらギュッて行っちゃったから。だ、大丈夫、それギュッて行って。いや、ギュッて行った。ドックだから、ここワンワンしてください。そう、ドックだ。そう、そうか、ワンワンしてください。やっぱりちょっとお願いしていいですか。あっさんなんか慣れちゃってから、もう普通に外向いてるから、ね、でもね、結構ね、福さんと会わないとね、うん、寂しくなっちゃう。ちょっと欲しくなっちゃう。なんですかね、あのトムヤン君の構想と一緒なんですよ。最初はちょっと癖があるなと思ったけど、うん、それがだんだんこうね、なんていうのかな、心地よくなってくる。気をつけないとダメだよ。この旗は何？クロアチア？ゴールだよね。ゴール。ゴール。ゴール。クロアチア？ゴールですよ。これ赤だったよ、クロアチアね。そう。赤だったらね。ああ、完全クロアチアだよ、あれ。ちょっとダフった。左か。キック。かけちゃったよ。あれ？あの人なんかない。まあ下にあると思う。はい。
福西さんバーディーチャンスです。言わされてる絶対。ほらあつさんゴールドすぐ緊張させるからね俺を。早くまさか着地しないですよね。まさか着地しないですよね。ほらなんか言ってるから福西さん、はい、まさか着地しないですよね。すげえ振りするじゃん。ちょっとマジマジで緊張してきた。なんで？いやーいい MC だね。あつさんの言うことは緊張感を与えてくれるというね。本当にこれなあ。うわざっくりのイメージしてかなくなってきた。早く、うん、オッケー。ざっくりですかちゃっくりですか。よしそれはざっくりですかちゃっくりですか。どっちですか。ちゃっかり見せるよ。答えが返ってこなかった。ちゃっかり見せるだ。さすが。あいつ多分今緊張してるぜあれ。あ、うまい。うまい。うまいよ。ナイスよ。ちょっと方向がね。ナイス。左でしたね。どうだ。まあ、あんまり面白くなかったよね。番組的にはざっくりやった。ああ、いかないこれじゃ。もうちょいやな。一つ目があそこでよかった。そうね。振り切ってません。これこそまさに。これこそまさにちゃっくりスイッチ、スイッチオン。さっき同じこと言う。もうスイッチオンしてるので。そう、マジスイッチオンしてるからね。人の話聞かないけど。ちゃっくりですか。ざっくりですか。ちゃっかりですか。聞いて聞いてな、オンしてる。そういうとこはね、アスリートはね、集中するのがね、すごい。ほら、うまい。入っちゃうよ、ほら。いやあ、ちょっと行き過ぎたか。来い、来い、来い。ああ、弱いのか。ナイスパー。ありがとうございます。ナイス。弱いのか。ありがとうございます。ちょっと先輩方がね、口数が少なくなったからね。集中力。集中。集中モードに入っちゃってるから。うん、下ってないな。そうっすね。ボギーです。どっちに切れた。奥さん俺まっすぐだよ。福田さんぐらいのところから結構登るんじゃないですか。だからどっちかっていうのか。ナイスパー。よし、よし、うまいな。素晴らしい。ありがとう。ありがとうございます。でもちょっとスライスみたい。スライスと思った。なんか逆にすごい登りに感じました。ナイスパー。 ありがとうございます。もうみんなして